平和な地球に宇宙征服を企む悪のナメック星人スラッグが出現。スラッグの凶悪な強さの前に誰もがくじけそうになったその時、悟空の未知のサイヤパワーが解放する。おめえがスラッグか。すぐに地球から出てけ。貴様、サイヤ人だな。ほら、地球人だ。まあいい、俺の復活した若さを試すにはちょうど良い機会だ。この木は今までのやつだ。明らかに違う。気をつけるんだ。あと何秒もつかな。こっちだ。この人。まずいぞ。さて、そろそろ終わりにするか。曲げてたまか。曲げらんねえ。信じられない。パワーがどんどん上がっていく。なんと、悟空にまだこんな力があったとは。あ、まさかこれがスーパーサイヤ人の力なのか。頑張れ。お前がここまでやるとはな。ならば俺も本当の力を見せねばなるまい。おめえは分かったぞ、悟空。スラッグは地球の神と同じようにナメック星が絶滅する危機にさらされた時、赤ん坊のままスラッグ星に脱出させられたナメック星人じゃ。それもただのナメック星人ではない。なぜならスラッグは 100% 悪そのものじゃからの。スーパーナメック星人じゃ。スーパーナメック星人？どうした？俺の本当の姿を見て恐ろしくなったか。スラッグ！さあ、どうする？何？ただ
持ってくよ。はい、うわっ。何の真似だか知らんが、俺にはどんなことをしても通用せんぞ。あとは頼んだぞ。この枠頑張れ。孫悟空よ、よくやった。それにしてもスーパーナメック星人を倒すとは。孫悟空はやはりスーパーサイヤ人かもしれんな。